優勝戦二号艇の赤坂俊介選手ですよろしくお願いします、はい、お願いします準優勝戦は一コースからコンマゼロゼロのタッチスタート逃げての一着ということになりましたタッチスタートだと聞いてもなかなか信じてもらえなかったんですがご本人的にはどうだったんですかいやそんなに行ったつもりはなかったので入っててよかったです全体が早いスタートだったわけですがこの準優勝戦での感触なんですがここまでと変わったことはありましたか えっと、まあ、しっかり気温に合わせられたので、はい、多分、あの、スタートも届いてたんだと思います。はい。綺麗、はい、に、いい着が並んでいますけれども、特徴としては、そんなに、あんまりなかった、普通な感じですか。うん、抜けてるとこは、まあ、ないですけど、はい、まあ、よく言えば、バランスは取れてます。はい。はい、乗り心地とか、そのあたりはいかがですか。えっと、まあ、調整しっかり合えば、はい、まあ、あの、乗れる範囲ではあります。はい。はい、そして、極限を見ました。スタートなんですけれども。 これもある程度はうん、そうですね、ちょっと大体は届いてないんですけど、はい、うんちょっとばらつきありますね、はい、はい、その後でじゃあ最終日修正したりそうですね、はい、集中したりですねはい、はい。2枠ですけれどもどんな戦いを差し切るイメージでスタート次第ですかねうん、できればそうですねはい臨境編にはい。はい、はい 今年はこれが18回目の輸出ということになりました6月足合いに続く2回目の優勝がかかる試戦ですファンの方に一言お願いしますはい、えー、優勝戦も精一杯走ります